してあなたがここに。そっか、ハルね。止めても無駄よ。罠だとしてもブレンダのことを放っておけない。だから私一人でも行くったら行くのよ。でもせっかく来てくれたんだし、どうしてもっていうのなら一緒に行ってくれてもいいのよ。そう来なくちゃ。私も覚悟が決まったわ。すぐに出発よ。準備はいい？情報が届いたわ。ブレンダの居場所調べてくれたんだって。何これ、嘘でしょ。ここの警戒レベル見たことない高さに設定されてる。彼女一人捕まえるためにどうしてこんな。どうしよう、せっかくここまで来たのに。これじゃあブレンダが捕まるより先に私が確実に捕まっちゃうわ。やっぱりこれしかないわ。聞いて、ブレンダがいるのはここからずいぶん離れた場所よ。情報を見る限りそこに通じるルートはどこも厳重に警備が敷かれてるみたい。でもね、完璧な警備なんてないと思うの。そう、あなたに探してきてほしいの。私でも見つからずに進めるルートを。私が行っても足手まといになるだけだから、ここで待ってるわ。サポートは任せて。それじゃ気をつけてね。その先に警察官がいるわ。アイリスを使えば相手の位置を確認しながら進めるわ。くれぐれも慎重にね。
ね。水路を点検するためのものかしら。今は使えそうにないわね。何をしている？まずいわ。見つかっちゃったわね。私もサポートするから、アイリスを使えば。移動して。情報開示。おい、お前、そこで何をしている？まずいわ。情報開示。見つかっちゃったわね。私もサポートするから。情報開示、アイリス終了。
警備シフト、水路制御室の担当になっちまったよ。なんだ、他の場所より楽でいいところじゃないか。そうか、あんな狭い場所で一日モニターを眺めて突っ立ってるだけなんて息が詰まっちまう。アイリス終了。水路制御室、なるほど。そこなら水路の水を抜くこともできそうね。うまくいけば水路を通って先に進めるはずよ。水路制御室の場所を送ったわ。早速行ってみましょう。行き止まりよ。なぜか警備も厳重だし、他の道を探しましょう。アイリス起動、情報開示、アイリス終了。何者かが付近に潜伏している模様。各員は周辺への警戒を強化せよ。私も。
装置を探してみて。さっきの話だと警備担当の警察官が常駐してるはずだから、見つからないように慎重にね。私も。これで水路を通路代わりにできそうよ。今水路の近くまで移動したんだけど、警察官が一人立ってて、このままじゃ水路に降りられそうにないわ。警察官がいるのはちょうどその部屋の出口の前だから、あなたの方で何とかできないかな。それじゃ下で合流しましょう。